この動画をご視聴いただき、ありがとうございます。ドジャースの大谷翔平投手が、2番、DH で先発出場。3回の第2打席に3試合ぶりとなる、今季13号ツーランホームランを放った。ナ・リーグ本塁打数単独トップ浮上の一発に、球場は熱狂に包まれた。打ったのはフォーシームだった。逆方向に放った打球は、打球速度 104.5 マイル、飛距離368フィートでレフトスタンドに運ぶ逆方向弾となった。日本時間の15日にジャイアンツ戦で自身6試合ぶり、飛距離136メートルの特大ホームランを放った大谷だが、前日の試合では昨日は4試合ぶりにノーヒットとなり、途中交代したものの、今日はスタメン入り。今月6本目となる一発でブレーブスのマーセル・オズナを上回り、ナ・リーグ単独トップの13本塁打をマークした。初回には前を打つベッツもホームランを打っており、ベッツ・大谷の 1、2番コンビでアペック弾を放つ形となった。映像で確認すると、大谷の打球がレフト方向へ舞い上がった直後、中継ぎ投手陣たちはまさにファンのように打球を追いかけ、レフトスタンドへ着弾後にはお祭り騒ぎ。両手を突き上げ喜びを表す投手もいれば、駆け回っている投手もいた。この様子にはネット上からも、ブルペンがお祭りに、めっちゃ喜んでる、スタジアムの雰囲気すごいな、ブルペン陣が喜んでるのも好きとのコメントが寄せられていた。大谷のホームランはベンチにいる野手陣だけでなく、試合中にブルペンで出番を待っている投手陣たちをも虜にしているようだ。これで大谷はシーズン44本で本塁打王に輝いた昨季5月に計8本のホームランを記録しており、今シーズンも順調にホームランを量産している。この日の大谷は4打数1安打、1本塁打、2打点、1三振で打率、3割5分8厘としており、ホームランでのナ・リーグ単独トップだけでなく、打率でも首位打者をキープしている。なおドジャースはベッツと大谷のホームランで試合を優位に進めたが、先発のパクストン投手が5回と6回にソロアーチを浴びて同点に追いつかれていた。しかし7回にウィル・スミス捕手のタイムリーで2塁ランナーの大谷がホームに生還して勝ち越しに成功。その後8回裏にはジェイソン・ヘイワードに1号ツーランが飛び出し勝負あり、そのまま逃げ切り連敗を2で止め、早くも30勝に到達した。この一撃に大谷マニアを歌う、FOX スポーツの MLB アナリスト、ベン・バーランダー氏は自身の SNS で、大谷翔平は止められない。9回最高の打者がまたホームランを打った。と興奮気味に伝えた。また、ジャーナリストのハワード・コール氏は、素晴らしい。目を閉じて、ただ打球音を聞くだけで大谷翔平のホームランだってわかるよ。なんて選手だ。全く聞き飽きないとホームランの打球音にフォーカスして、その衝撃を伝えている。ドジャースの専門サイト、ドジャースネーションのノア・カマラス記者は、今朝、大谷は、翔平・大谷の日、の表彰式に出席したばかりだ。そして今晩、彼はドジャースタジアムで今季13本目のホームランを打った、とスーパースターぶりを強調した。レッズ側のアメリカ、オハイオ州地元放送局、バリースポーツシンシナティの中継では、実況を務めたジョン・サダック氏が、大きく逆方向に放った、入った、ファンによってキャッチされました。彼は本当に危険だ。どの球場でも、どんなスポットでもね。と大谷の打棒を嘆きつつも称賛した。解説を務めたクリス・ウェルシュ氏も、大谷のデータを見つつ、大谷の反対方向への本塁打は、ただただ彼が非常に危険な打者だということを完全に示しています、と、レフト方向への一発が出る状態は脅威であるとした。試合後には大谷に13号を打たれてしまった先発の相手先発のフランキー・モンタス投手のコメントを紹介。大谷について問われると、彼の成果を認めないといけない。本当に彼は素晴らしい打者だ。知ってると思うけど、何回か彼と対戦しているから、彼は私が持っているものを知っているんだ。だから、そう、彼の功績を認めないと感服だ、と、もはや呆れ笑いで語っていた。試合後にはドジャースのロバーツ監督は、リーグ単独トップ13号を放った大谷について、ボブルヘッドの日には打てなかったが、
意義のある大谷翔平の日にホームランを打った。今日打ててよかった。外角膝のあたりの球で反対方向にスピンがよくかかっていた。彼はプレーで驚かせ続けてくれると称えた。そんなロバーツ監督は試合途中の5回、ドジャースのベンチで大谷に向かって身振り手振りで熱弁を振るっていた。投手の癖について話し合い、指揮官が相手投手の癖を大谷に伝えた可能性もある。この会話の内容を問われると、よく見ているね。あの状況の中でバッターボックスでどう考えていたのかをただ聞いていたんだと話すにとどめた。ムーキー・ベッツも試合後の P 記者会見の場に登場し、今日の試合で起こった2度のミスについて反省をしつつも、自身の本塁打や大谷の本塁打で試合を決めたことには、エラーをするのは本当に嫌だが、それ以上に上手くならないといけない。本当にそれだけだ。今日の試合は俺のミスをヘイワードや翔平が助けてくれた。彼らにとってはとても意味のあるホームランを打っていたが、チームにとってはあのホームランがあったからこそ連敗を止めることができた。それは感謝している。でもこれで僕のミスがこれでなくなったとは思っていない。努力し続けなければならないと大谷に感謝をしながらも、同じミスをしないように気を引き締めていた。そしてこの日、腰の張りから復帰してダメ押しとなるツーランを決めたヘイワードも試合後にコメントを発表。またこうして試合に出場できて最高だ。俺は試合に出場できることを決して当たり前とは思っていない。でもああいう打席に立てたことは大きいし、プレッシャーも軽減される。ベッツや翔平、フリーマンやチームのみんなの活躍がこのホームランを生み出したんだと、復帰できたことの喜びをかみしめながらチームメイトに感謝をしていた。またアメリカ、カリフォルニア州ロサンゼルス市はこの日、選手としての功績や歴史的な影響力などを称え、5月17日を大谷翔平の日と制定したことを発表した。大谷はこの日の午前中にロバーツ監督らとロサンゼルス市庁舎を訪問し、市議会から認定証を受け取った。背番号17にちなみ、ドジャースでの現役期間中、ロサンゼルス市では57が翔平大谷デーとなる。僕を認めてくれて感謝しています。ドジャースの皆さん、そしてファンの皆さんに感謝しますと話し、大きな拍手を送られた。スタン・カステン球団社長は、簡単に言えば翔平はロサンゼルスの一部となったなどとコメントしていた。これまでの功績が認められて制定された大谷翔平の日を記念するかのような本塁打となった。これでドジャースは連敗から脱出となり、 MLB 全体で3番目での30勝に到達。西地区全体ではダントツの勝率で首位をキープしており、パドレスとは 7.0 ゲーム差。大谷選手は右肘の手術の影響を受けながらも、メジャー全体でもトップの打率、本塁打数を記録する活躍を見せています。これまでは6月頃から本塁打を量産していましたが、打者に専念できている影響か、開幕からハイペースでパフォーマンスを発揮しています。これもドジャースという上昇チームに移籍したことが良い作用を生み出しているのかもしれません。明日の試合もどのような成果を残すのか楽しみで仕方ありません。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよければチャンネル登録と動画にいいねをしてくれると今後の動画作りの励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。